グローリーベイズは、日本の競争は主な勝チクは2019年の日経新春杯、香港バーズ、2020年の京都大商店。場名の意味は、栄光の壺。母なより連想。2015年3月2日、北海道東屋湖町のレイクビラファームで誕生。2016年のセレクトセール一斎場市場に上場され、 シルクホースクラブによって5200万円で落札された。後に同クラブから総額7000万円で募集された。ミホ、オゼキチ人級者に入級し、2017年10月1日の新馬戦でミルコデムーロ騎場でデビューし、単勝1.7倍の指示に応えて新馬勝ちする。約2ヶ月後の荒野、牧賞では頭差の2着となった。 キサラギ賞では逃げた里のフェイバーを花さ捉えきれず2着となる。当時は体質が弱さからレースを使い込めず、東京優春は目指さずに秋の菊花賞を視野に入れて京都新聞杯を春の目標としたが、結果は4着だった。仕切り直しとなった7月のサドステークスでは、小場相手に1分56秒6の高度計で勝利を収める。そこから直行して迎えた。 菊ッカ賞では、大外枠を引き当てて12番人気に止まったが、後方から足を伸ばして5着と検討した。小場所戦の日経新春杯では、直線で内をついて抜け出し、大外を追い込んできた2着ルックトゥワイスを、半馬心を抑えて、重賞初勝利を飾った。関東馬による日経新春杯制覇は2000年のマーベラスタイマー以来19年ぶりであった。 日系新春杯からぶっつけで挑んだ天皇賞では、騎乗予定だった川田美宮美が、騎乗停止となったため、戸崎慶太が手綱を取った。当日は6番人気の評価であったが、4コーナーで中段階から進出すると、直線ではフィエールマンと激しい叩き合いを繰り広げ、首差の2着に赤敗したものの、3着パフォーマープロミスには6馬身もの差をつけた。 宝塚記念を使うプランも検討されたが、疲れが見られたこともあり夏場は、休養に充てられた。復帰戦の京都大賞展では、単勝2.0倍の一番人気に押されたが、前半に折り合いを書き、直線では挟まれる不利もあって6着に敗れた。京都大賞展の後は、ノーザンファーム店へに放牧に出され、陣営は、香港バーズに登録、その後招待場に選出されたため、 香港遠征を観光した。同競争には日本から、ラッキーライラックとディアドラも参戦し、迎えたレース本番では、道中中段に一取り、直線に入ると、バグンのわずかな隙間から抜け出し、残り200メートルで逃げたエグザルタントをかわして、最終的に2着馬ラッキーライラックに3馬身反差をつけて、悲願の G1 発制覇を海外レースで果たした。レース後に、 今回初コンビを結成した安城のジョアン・モーレイラはリラックスしてレースができた。前が空いたら素晴らしい反応を見せ、良い末足を使ってくれましたと語り、同馬を管理する尾関調教師は自分が携わった馬に勲章を与えることができ、皆さんに祝福されて幸せですと語った。香港バーズでのパフォーマンスは ロンジンワールドベストレースホースランキングにおいて125ポンドと評価され、ベンバトル、ウィンクスと並んで2019年度の世界第9位体のレーティングとなった。以下の内容は netkeiba.com および香港ジョッキークラブの情報に基づく。ありがとうございます。